イドルトレイン楽しかったね。いろいろあったけど終わってみたら大成功だったと思う。ええ、どうなることかと思いましたが、無事に終えられてほっとしていますわ。だよねだよね。お客さんも楽しんでくれたみたいだし。うん、あのおばあさんも喜んでたし。おばあさんと言いますと、ほのかさんが案内していた。うん、ライブが終わった後に話を聞いたら、すごく楽しくてスクールアイドルのファンになったから、これからも応援したいって言ってくれたんだ。それは何よりの言葉ですわね。今後の励みになりますわ。普段のステージとは違ってとってもお客さんが近かったし、いつもよりつながりを感じられた。仕事をするというのも新鮮な気分で気が引き締まる思いでしたわ。そうだよね、楽しかったな。よし、またやろう。え、ほのかさん、急に何を言っているのですか？だってこんな風にスクールアイドルを知らない人に知ってもらえるイベントなかなかないよ。みんなが笑顔になって楽しいイベントなんだもん。やらない方がおかしい。なんだかほのかさん、マリさんと似ていますわね。一度言い出したら絶対に意見を曲げないところがそっくりですわ。そうかな。でもどうしてもやってみたいんだ。次はもっといいイベントになる気がする。確かに今回のイベントではトラブルもありましたし、完璧とは言えませんでした。ほのかさんの言う通り、私たちの努力次第で次は最高に素晴らしいイベントにできるかもしれません。わかる。あの時は私もあわあわしてただけだったし、次はもっと力になりたい。